お茶でもいかがです？ああ、ありがとう。お茶の差し入れ。どうですか、お味？ああ、うまいよ。よかった。うまいよ。もう一杯いかがです？いや、もういいよ。ありがとう。え？じゃあもう一杯。はい。へえじゃねえよ。あの、何か？へえじゃねえよ。いや、似てるなと思って。え、似てるって？誰にだろうな。誰にです？ん？猫。猫？昔、近所に住んでた。ひどい！私、猫じゃありませんよ。いや、その、目元がちょっと似てると。同じです！もう知りません！おい。あっちの人、あっちのモブキャラには差し入れてあげないっていうね、お茶を。かわいそうに。あと少しです。近所で飼ってた猫ってあれだよね、ミミだっけ、 CM1 的なさ。あー、ミスた。めぐみちゃんがなんかあれだよね、まあ飼ってたっていうか子猫だよね、ミミっていう名前の。まあ CM1 でなんか終盤なんかもうどっか行っていなくなっちゃったけど、あれどうだったんだろうね、 CM1 の猫ミミちゃん。もう一頑張りですよ。おっと、4連続かよ。4連続か、聞いてねえよ。すまない。なんか難しくなってんだけど、だんだん。次でおしまいですね。次ラスト。4連続、また。いや、4連続はえぐいわ。お、カン様だ。終わったようだな。はい。はい。ここには、寮の創建より集められた数多くの書物が収められている。この本を湿気から守るために、こうして時折虫干しを。時折って毎日やっとるぞ。毎日やっとるぞ。君は老師から己を見つめ直す機会をいただいたのだ。わかるか？え？なんか通り将老師とカン様と絶対カン様の方が年上だろ。復讐に身を滅ぼすことを案じておられる。しばらくはここで虫干しに専念し、平常心を養う。はい、虫干しマスターになります。でも俺は復讐の炎が沈まれ、老師は修験達のことを話してくださると。知ってんだね、やっぱ修験達のこと。老師はへいじょうしん。
はい、ということで、ちょっとね、言うのが遅くなってしまいましたが、今回が、実況パート10になりますね。なんかね、で前回パート9の最後で、あの虫干しする前に、まあ、区切ってね、そのままセーブして終わりにしようとしたんですけど、なんかね、なんかよくわかんないけどね、なんかセーブできなかった。だから今ね、やむなく今ぶっ通しでやってます。よっしゃ、あれだね、茶碗人を試すらしい。からいろんな食堂とか、酒場に行って、なんかおまんを並べればいいんでしょ、とりあえず。お、またカノン様だ。老子の言う通り、やっているようだ。良い心がけだ。はい。いや、さっき話したやん。さっき話したやん。技所だ。わーい、技所だ。作業を励みにしなさい。先空客。ありがとうございます。さ、シェンムー2でなんか練習できる場所あんのかな、技を。シェンムー1の時いっぱいあったけどね、なんか空き地とかで、公園とかで。じゃあ昨日の場所から始めようか。オンダロー、ケインさんの場所からだね。まあここはとりあえずいいか。まあ、金稼ぎもね、したいんだよな、ぶっちゃけ。どうしよう。最賃街行ってみる。まあ、どこでもいいんだけどな、ぶっちゃけ。ベジタブルストリートの方に行ってみよう。ケーキ好きに一発やってっか。すいません。やってこうぜ一発。聞きたいこと。カード。すいません。いいじゃん。一発やっちゃうよ。一発やっちゃうよ。やらせてくれ。ダイを選んでくれ。オッズが6倍。これ楽やん、これ。え、これめっちゃ楽やん。これだ。これいけるやろ。ここ4つしかないんならな。で、2倍で結構美味しいね、これ。これいけるやろ。え、めっちゃ複雑。いべ、やっちゃえ、適当やっちゃえ。勝てるやろ。4つならいけるべ。いけるいける。俺の月の運があれば、余裕余裕。さあ、どうだ。さあ、どうだ。あかん、ははは、あかん、ははは、あかん。ね、こんなこともうぜえ、なんか、うれしそうで腹立つわ、このおっさん。ギャンブルの負けは、ギャンブルで取り返すっていうダメな音が。身を滅ぼすタイプね。よし、これだ。やべやべやべ。せっかくしちゃいでコレクションのために、またすぐお金なくなってきちゃったよ。まあ、右、一番右に寄せればいいんやろ。ここだー。行け、右に行け、右に行け、右に行きたまえー。まあ、左か2番目でもよい。はい、チンコ。はい、チンコ。すげえ嬉しそうなのめちゃくちゃ腹立つんだけど、こいつやんねえわ、もう金ねえわ、もう。おかげさまで金ねえわ。そっか、また来てくれ。せっかく質屋で売って300ドルぐらいあったのに一瞬で金なくなったわ。一瞬で金なくなった。200ドルぐらい一瞬で溶かしたんだけど。さあ、野菜が来ました。お、イベントやん。葉月さん。誰？あなたは修善先生のところにいた名神です。先日はどうも。先生があなたにお会いしたがってました。誰こいつ。修善先生が。ええ、時間があればぜひお立ち寄りください。え、こいつ誰。じゃあ修善先生のとこ行ってみるか。お金くれねえかな。アルバイトさせてくれねえかな。これはね、サブイベントかな。出た、伊藤博文。チラチラじゃねえよ。よく参られた。続けなさい。ところで、地上げ屋からケイカさんを助けたと聞いた。助けただなんて。地
ギアギア。大勢に囲まれたそうだが。はい。多勢を相手にするときは投げが有効だ。投げが。友人を助けてもらった例。あ、友人なんや、ケイカさん。少しお教えしよう。例えばこうした密着状態の場合、相手が盾となり、投げることによって周りにいる敵の動きも封じられる。盾にするんかい、人を。なるほど。なるほどじゃねえ。まず相手をつかみ、投げたい方向に崩すのだ。リンケン、相手を。はい。リンケン。よし、今だ。はい。はい。うん、そう、続けたまえ。はい。はい、よし、今だ。うん。かわいそう、リンケン。あんな投げられて。よし、今だ。これで最後だ。わしに向かって投げてみたまえ。倒れて受け身取ってねえし。よし、今だ。いや、投げてるだけやん。シュッシュッシュッポー、シュッポー掴んだようだな。シュッポー掴んだ。どうにか。武術は人のために使うもの、人助けのために役に立てばと思ってな。ありがとうございました。リンケン絶対打撲しただろ。あ、このマップ買いたいな。江南街の地図か。これは、あ、じゃあ江南街じゃねえよ。最近街の地図が欲しいんや俺は。すいません。自分ですか。父や向こうにある蓬莱旅社行ってみます。不器用な説明。いや不器用な説明ですいません。ちょっといいかな。お兄ちゃん何。あえて少年に聞く。蓬莱旅社のその辺のおば。そうか。その辺のおばちゃんに聞き、この前おじちゃんに聞いてって言われたけど。すいません、すいません、すいません。はい、いらっしゃい。この辺でアルバイト。何でもいい。うーん、そこに突き当たりのと。怖い顔のニキ。わかりました。怖い顔のニキヤさん、ちょっといいかな。何。あ、待ち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 、ついてきて。ああ、おー、次。まさかのエスコートしてくれる。もう困った時はもう質屋でなんかしょうもないコレクション売りまくるしかねえな。やっぱ少年はね、走ってくれるからね、かなりねガイドとして有能なんだよな。蓬莱旅社にマジ宿代払わないとね。2回分ぐらい溜まってんだけど。そうか、ありがとう。さすが有能だ少年は。パウンショップ。いらっしゃい。お金に困って声が気持ち悪いな。お客さん見かけない顔ね。うちは初めてでしょ。ええ。これをどうぞ。うちのパンフレットよ。めっちゃデッパやんこのババ。買取価格はそれ見てちょうだい。で、何を売りたいのかしら。すげえなんかザマスとか言いそうな顔してやがるなこのババ。
ちょ、これ相場見た方がいいんかな。やめておき。あら、そう、売る気。ザマス、すげえなんかザマスっぽい顔してるよね。どれだ。買取価格がどれでわかんの。ん？すいません。まあ、いっか。いらっしゃ、なんか売り。なんか売ります。これどうやってわかんの相場。まあ一回面倒くせえから適当に1枚高っ。バーチャファイターパーフェクトめっちゃ高えじゃんこれ。えげつねえが高えなこれ。600ドルってやべえな。これどれ売れんの。安っ。フォークリフトめちゃくちゃ安いやん。めちゃくちゃ安いじゃねえか。30ドルってゴミじゃねえかよ。やめておきます。こんだけだ。なんか売なんか売ってきなさいよ。安っ。1ドル。おいおい泣くぞ。泣くぞマジで。バチクソ安いじゃねえかよ。クソやんけ。やめておきます。よそい。なんかこなんかぼったくり臭いな、このババア。やめておきます。あら、そう、売る気になった。すいません。いらっしゃいませ。こちら面白いこと聞く。なんか売りたか。すいません。いらっしゃいませ。この辺でうちの裏手に。お裏手。ここを出たら右よ、細い路地をずっと。わかりました。お年玉やべえ。これこのゲーム思った以上に金稼ぎするのマジで難しいかもしんねえ。ギャンブルでマジ 200ドル石で溶かしたわ。やべえやべえ、質屋が当てんないなんて分かったからさ、ちょっとやばいねこれ。最初なんかアバディーのなんかさ、あのさ、なんか荷物運びのアルバイトやりてんだけどさ、あそこの行き方が分かんないっていうね。アバディーどうやって行くんだっけ。ワンチャイだよね。もう一回ワンチャン行こうぜ。ワンチャンに行こうぜ。とりあえずめっちゃ久しぶりだワンチャン行くの。あれ、ワンチャンどうやって行くんだ。すいません。いらっしゃい。怖っ。血がついてる。お前衛生観念どうなってんのお前。この辺に健康チョコ。わかりました。それからな、隣のボ隣。何様のつもりか知らねえが。そうですか。誰、隣のボケって誰や。どいつ。隣のボケって誰よ。こいつちゃうか。あ、こいつか。こっちのおっさんかな。すいません。はいな。天候着この町地元の。そうですか。あ、この町にあるんよね。はいはい。すいません。はいな。ちゃう、おばあちゃんちゃうわ。食堂と近くに地元の。そうですか。すいません。うん。すいません。何。いや、ばあちゃんちゃうわ。ばあちゃんちゃうわ。天候茶行に行きたいんですが。俺、そこだ。わかりました。ありがとうございます。緑の看板。あそこか。めっちゃ近いやん。ちょっといいかな。はい。ごめん。ちょっといいかな。はい。この辺にちょっと最近そこの子左に。それで高麗旅社。そうか。ちょっといいかな。はい。この辺りギャンブル。なんでもいい。ああ。それならあそこに肉。突き当たりの。うん。怖い。肉屋の。怖い顔の肉屋さんってどんな言い方や。ちょっといいかな。はい。この辺りでアルバイト。何でもいいんだ。あそこに肉。突き当たりの。うん。そうか。怖い顔の肉屋さんっていうなんか謎の目印。すいません。はい、いらっしゃい。今ご席に。わかりました。よっしゃやるぜ。茶碗瓶。うん。あそこで茶碗人ができそうだな。茶碗人か。よし、やってみるか。一つ目は上に、
二つ目を下に。これで待つ。さあ何か起こるかな。お、なんか来た。怖っ。宝来旅者。怖いわ。いや今男の人やったぞ明らかに。いや BGM 怖いわ。BGM 怖いわ。ここは前にあったな。大丈夫かこれ。なはいいいえって何やねん。何がはいいいえやねん。茶碗人を試してみるか。とあえて適当に茶碗人やってみようぜ。なんか危ないことがあるって言ったけどあえてやってみようぜ。もう一回あえて逆にしてやってみよう。えい抹茶へ。なんか起こるかな。いや怒らないっぽいね。やっぱ適当にやったら。キャンセル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 。時間めっちゃ経つな。お置き方を間違ったから適当にやったらダメやな。確認してみるか。てか2時間ずっと刺すなんかい。さあ宝来旅社行きましょうか。じゃあ金ねえんだよな。まあいっか、行っちゃいっちゃい。宝来旅社どこだったかな。こっちか確か。最賃貸のマップ欲しいんだけどな。 あった宝来旅社。さあ久しぶりに宝来旅社行くけど何が待ち受けている。このおっちゃんにマジ金返しねえんだよな。待ってみるか。マジで金返しねえかんな。やべえんだよな。2日分の家賃滞納してっかんな。さあ何が来る。 BGM 怖いわ。不気味すぎんだろ。おい、電話鳴った。出ろよ。出ろよ。あ、出た。はい、宝来旅社。はい、宝来旅社。あんたにだ。あんたにだ。さあ、誰かな。もしもし。見たぜ、茶碗人。誰だ。修験達を探してる。おお。文武公園。そうだ、今すぐ来い。怪しい。怪しい匂いがプンプンすんな。文武公園か。あーもうシャッター商店街になっちゃってるよ。また太郎が行くんか。めんどくせえな。少年に送ってもらおう。初年にエスコートしてもらおう。文武公大老街は僕連れてってついてきた。よし、さあ少年に頼むのが一番手っ取り早いわ。有能なねガイドになるからね。あのさっきの電話の人の声的にも絶対罠だよね。どう考えても罠だよな。あんな今すぐ来いと絶対悪いやつやん。なんで資源達を探してるって知ってたんだろうな。アバディーン行きたいんだけどな。アルバイトするためになんかアルバイトする時間がないっすね。最賃貸から耐えるは結構遠いんじゃねえかな。
かった対応がいい。の文武公園か。ここだよ。そうか。またね。よし。文武公園。公園なんかあったかな？大老街に。全然覚えてないけどな。すいません。何か。文武公園。いいわ。ついてきてください。お願いします。遅っお姉さん足遅っどっちだこれ、右手左どっちかな。遅っ、トロトロ 歩いてんじゃねえよトロトロ歩きすぎやろ。こっちかな、なんかこっちっぽい気がする。あったー。でこういったら多分ストーリーになると思うから、行く前にちょっとここで一旦区切ろうかな今回。うん、すいませんとりあえず、今回は、一旦ここで区切ろうかなと思いますね。という感じでご視聴ありがとうございました。